こんにちは、おはようございますかな。昨日はね、昨日っていうか一昨日かな、もうその日和見菌と日和見的な人々について、そして水について話したんですよね。今日はね、悪玉菌と DS の方々について話してみようと思って、前回の動画でハエをたくさんね、ゴミからハエが湧いてしまって、それを殺している時に DS について考えたわけですよね。自分もこう DS と同じことをやっているということ、また私再びね、似たようなことやらかしちゃって、野菜くずを入れるバケツがあるんですよね、台所の足元に。でそれはね、冬はいいんだけれども、あの暖かくなってきたら蓋をしないと症状灰とかが湧いちゃうんですよね。大きい灰は湧かないんだけど、症状灰が湧いちゃったんですよ、私が蓋をしないから。あー、症状灰湧いちゃったねって言ってあれでも症状灰は邪魔になんないな、全然殺そうと思わないなって。大きい灰はブンブン飛んでると、やっぱり殺さないと生活できないのにね、まあ、窓の外に出したりとか、とにかくこういると生活に支障があるのに、症状灰はね、ブンブンすごい数飛んでても、そのバケツの周りにね飛んでるだけだし、邪魔にならないんですよ、別にいても。ああ、DS にこういう風になっていただけばいいんだなと思って、邪魔なでっかいハエからこういう症状灰みたいな存在になっていただけばいいんだなって思ったんですね。で、そう思ってからハッと思ったことがあって、もしかしたらもともとはこんな症状灰みたいなもんだったんじゃないかなって。でそれがなんかこう、もっと害のあるいちゃ困る存在になっちゃったんじゃないかなみたいなね、そんなことをね、ひらめきのような感じに思ったんですよね。そのもともとはちっこい邪魔にならない症状灰みたいな存在だったんじゃないか。でそれが肥大してしまった。でね、それからなんかね、またちょっとこうふーっと進んだんだな、なんかこうイメージが、まあイメージね、考察っていうほどのもんじゃないのかも、まあ私の妄想なんだけれどもね、なんか DS の人たちっていうのはすごく何かを恐れているような感じが前からして仕方がないんですよ、私。何かそのこういうことをやる動機みたいなやつがね、モチベーションみたいなやつが恐怖から来てるように見える時があるんですよね。何をそんなに恐れてこんなことやるんだろう、この人たちっていう感じ。何を恐れてるかって言ったらね、その排除されたんじゃないかなっていう気がすごくしたんですよね、突然。そのこういう無害な症状灰みたいな存在だったんだけれども、その大した害ではないけれども、ちょっとした害があったために排除されたことがあって、そのもう存在を認めてもらえなくなったことがあって、でその時になんかこう邪悪化してしまったというか、そういう背景があるんじゃないかっていうことをね、ちょっと思ったんですよ。まあ思っただけだけどね、うん、でもこういうのって当たるんだよね、なんかこういうインスピレーション的に来るものって。そのだから外部から来たんじゃなくて、もともとあったものがその邪悪化して肥大化してしまった、でその理由がその排除されたからっていうことはないかなと。で昨日も話したけど、その菌の世界っていうのは日和見菌と悪玉菌と善玉菌がみんないてバランスが取れてるわけですよね。善玉菌だけになれば一見良さそうに思えるけど、でも実は善玉菌だけだとその菌全体としてあのバランスが取れない、バランスが取れないっていうのは、ね、多分機能できないっていうことだと思う、うん、機能できないとかね、成長できないとかね、まあなんか不都合なことがあるんだと思う。なんか善玉菌だけにしようっていう何か発想が
または善玉菌と日和菌だけにしようとかっていうね発想が、なんかその悪玉菌を排除しようとしたことによって、悪玉菌がものすごく邪悪化して肥大化してしまったのが今の DS の姿なんじゃないかなって、まあそういう妄想が湧いたわけですね。で、そのあのね、これアメリカのなんていう州だか忘れちゃったんですけど、あの本で読んだですね、ゴキブリを撲滅しようとした州があったんですよ。あのこれね、娘がお腹にいる時に読んだ本で、あの育児関係のこう自然出産とかね、そういう関係の本だったと思う。そのアメリカのある州でそのゴキブリ撲滅キャンペーンっていうのをやったそうなんですよね。そのゴキブリがね、ゴキブリってそんな害虫だし何の役にも立ってないし、ね、食べ物とかっていうのをこうダメにするし、ゴキブリ嫌いな人にとってはね、いなかったらどんなに生活しやすいだろうって、まあ、私なんか意外と平気なんだけど、ゴキブリ手で掴めちゃうぐらい平気なんだけどね、嫌いな人にとってはこれがいなかったらどんなに生活しやすいだろうってね。でゴキブリ撲滅キャンペーンっていうのをね、そのやったそうなんですね。でそのキャンペーンをすごくね、あの大々的に一生懸命やったそうで、あの成功したらしいんですよ。でその週からゴキブリが激減した、ほとんどいなくなっちゃったぐらい。そうしたら何が起こったかというと、小児麻痺でたくさんの子供や赤ちゃんが死んじゃったそうなんですよね。そのゴキブリが小児麻痺の菌を持ってるっていうのは私別のところで読んだことはあったんですけど、その免疫を作ってくれてたわけですよね、小児麻痺の免疫を。ゴキブリがいなくなっちゃったんで、子供たちが小児麻痺にかかって、まあ、たくさんね体が麻痺したりとか、あの死んじゃった子もたくさんいるっていうね、そういうことが起こったらしい。これさえなかったらどんなにいいだろうって思ったものが結構大事な役割を持ってることってあるんですよね。だからね、まあ私はもちろん何度も言ってるけれども、そういう BS の方たちにそういう人口削減とかね、なんとか計画とかね、ね、人類を家畜として管理して搾取してって、そういうことをあのやらせるわけにはいかない、とんでもない、だからこういう考察してるんですよ。それから自由になるにはどうしたらいいかっていう、やられてもいいんだとかね、そういうあの思考は一切ないですから、私にはね、誤解がないように。だからね、 DS というものをこの世から排除して、あのこう完全になくそうっていう思考をしてしまうと、もしかするとあの同じことを繰り返してしまうかもしれない。もしかするとこのそもそも DS っていうものがこんなに邪悪化して肥大化したっていうのが、最初はもうほんの大したちょっとしたうるさいなって、うるさいぐらいの うざいな鬱陶しいなぐらいの害しかなかったものを排除しようとしたためにここまで邪悪化し肥大化してしまったっていう可能性もあるわけですよ。まあ妄想ですけどね、うん、でもしそうだとすると、ね、撲滅しよう、排除しよう、この世からなくそうっていう風な思考をしてしまうと、あのまた同じこと繰り返しちゃう。そうじゃなくて、あのいていいんだけれども、あのでっかいハエから症状倍ぐらいになっていただく、あのすごい毒虫から、あのちょっとあの刺されたらちょっと痒い、ポリポリって書いて済んじゃうようなぐらい の虫になっていただく、そういうなんだろう、イメージでやった方がうまくいくんじゃないかって。うん、で、これも繰り返しになっちゃうけど、全ては自分の中でこうできることなので、その自分の中に全部いるわけですよ。あの DS もいるんです、自分の中に。で自分の中の DS を害のないものにしてしまえば、そのおそらくその自分の外の世界の DS も害のないものになってしまうんですよ。もう完全に対応してるんだから、内部と外部っていうのはね、うん、だから自分の中の DS をそのすごい毒虫から
あのポリポリって書いて済んじゃうような可愛い虫にしてしまう。でっかいうるさいハエからもうこう可愛い症状バエにしてしまう。それができちゃえばもうこの勝ちですよね。勝ったっていうね、まあそんな話でした。まあでもこれって結局楽しんで生きちゃえばね、きっとそうなっちゃうんだと思う。そんなねことなんて、楽しんで一瞬一瞬を生きられるようになっちゃうと、そうするとね、なんかそういう無害になっちゃうんだと思うんですよ、自分の中のそういう DS 的なものっていうのは。でもね、これが簡単そうに見えて、やっぱりこういろいろな洗脳とかね、刷り込みとかいろいろトラウマとかあるから、意外と難しいっちゃ難しい。簡単な、すごい簡単なことなんだけど、ね、本当に誰でもできる能力があることなんだけれども、その難しいっちゃ難しい。でもね、結局ね、集中力だけですよ。集中力、今を生きるっていうのは結局どういうことかというと、今起きていることへの集中力って、誰か言ってたな、なんか誰かの動画で昨日あたりに見たんだけど、今起きていることへの集中力、うん、そしてその今起きていることだって、こう膨大な要素があるわけですよ。この瞬間にね、この今ね、この時間にこうやってもう膨大な膨大な自分の身の回りの情報があって、でその中からチョイスしてるわけですよね。この自分のこうフォーカスというか、チョイスフォーカスするものチョイスしてるんですよ、絶えずに。でそれを自分の好きなものに集中できるようになることなんでしょうね、きっとね。嫌いなものに集中するんじゃなくてね。だからもうこう体感覚だけだって、こう自分の体だけだって膨大なものを感じてますよね。ちょっとこの辺凝ってるなとか、こうね、ああ今息吸って空気が入ってきたなとかね、今って吐き出したら出てったなとか、ああここら辺がちょっと椅子に押し付けられててちょっと圧迫感を感じるな、足がしびれてきたな、痛いなとかね、ああこういう風に膝を立てると今度こうかかとがこうちょっと硬い椅子に当たるなとかね、うん、ちょっとこの背中の丸まり具合が気持ち良くないなとかね、ここに緊張があるなとか、もう膨大にいろんなこと、体の中だけでも膨大にいろんなこと感じてる。そして外でもね、こう鳥の声がしたり、こうカーテンが、あ今なんか猫が屋根裏で動いてガタンって言ったとかね、もう膨大な膨大なことを感じているわけで、うん、その中からこう自分の心地いいものをチョイスして、そしてこう今の自分の世界を形成してるわけですよね。うん、それね、まあ多次元世界っていうことにもつながっていくんでしょうね。一度にたくさんの次元を生きている、そのどこにフォーカスしている自分で、いろんなことにフォーカスしている自分が同時に存在するんですよね。まあそれは話が長くなるので、また別バージョンということでね、うん、今日はその DS を無害化するにはこんな方法もあるんじゃないかという、そんな感じのことでございました。では朝ですが、私は寝ます。素敵な一日をお過ごしください。